ひよーかしこちゃこばタイポンです。それでは FIFA19 アルティメットチーム実況やっていきたいと思います。じゃあディビジョンライバルのウィークリー大会報酬の準備ができましたということなので、こちらの方をちょっと受け取っていきたいと思います。俺どこまでやったっけ、わかんねえ、ここだとわかんねえんだ。65,000、あーこれでもあれか、え2下がった。俺1までめっちゃやったんだけど下がってるっぽいっすね。じゃあこれオプション1でいきましょう。本当は65,000コインにねしたいんだけど、ちょっとそれをやめてこちらのオプション1の方にしたいと思います。ちなみにこれどう選んだらいいですかとかよくあるんですけど、この選手パックのトレード負荷は絶対選ばない方がいいですね、このオプション3はもうなし。オプション1かオプション2、絶対どっちかがいいと思います。じゃあ行きましょう。てかトレフカ選ぶぐらいだったら65,000コインもらった方がいいよね、正直。あ1じゃん、1やん、やった。え1ってこんなパック少なかったっけ、もっと多いイメージあったわ。プライムゴールド選手パック、じゃあ引きましょう。もうね最近俺ウォークアウトも何も来ないから、正直もう何も期待してないから、何も期待してない。ほらポルトガル CM、 じゃあもう落ちるのでしょ。まあこんなもんだよね、これは正直期待できない、期待できないですね。はい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 と全部売っちゃって、いや実際5万コインぐらいのやつ当たったらめっちゃ嬉しいんだよな。さあメガパックウォークアウト、ウォークアウトお願いします。来ないよね。お壁ドン、イタリアの壁ドン CDM、 はいデロッシ、もう分かりきってるよね、デロッシだなって。イタリアの壁ドンデロッシ、そこかいる。ウォークアウトはいるけど、あチームフィットネス結構来てる、これは嬉しい。いやめっちゃある、あこれ最高だ。あとはいらないね、はいさよならですね。いやレア選手パックよ、でもレア選手パックで俺いい思いしたことあるっけな、あんま覚えてねえな。じゃあ行きましょう。ゴーマッソルマッソロマッソロマッソロ、ウォークアウトナッシーナッシングウォークアウト、ただ壁ドンする。オランダの壁ドン、おっとロッペン、ロッペンっていくらなの、そんな高くない、言って2万コインとかじゃないの、ロッペンさんは。いやでもいいよロッペンだったのは、あそんなことない、あやっぱそうだよ2万ちょいぐらいだよね、まあ、2万後半ぐらいか、はい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 、2万後半もいってないやつあるね、まあ、25,000多く見積もって25,000と見ました。まあ65,000コインにはなったかって言われたらちょっとわからない。あでもソクラティスってあ安いんだねこの人、そういうわけね、はい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 理解しました。ちょっと見ましょうか、まあ一番最高が6辺か、微妙っちゃ微妙ですよね正直。まあこいつら全員売ればまあそれなりの金額にはいくんじゃないかっていう説があるんじゃないかっていう説ですねこれは、説だらけの者たちで、今日の2時、あれ3時どっちかに、今日というかもう明日になってんだけどそれ深夜ね、にウィーケンの報酬が来ますので、ちょっとそれちょっとさすがにこれだけだと動画短すぎるなって思うので、ちょっとそれまで待ってちょっとこれプラスしてねこの後引きたいと思いますので、未来のタイポンにバトンをパスで、はいということなんで、ウィークエンドリーグの報酬がやってきました。3時になってね、じゃあ受け取っていきましょう。ウィーケンの報酬ですね、ちょっと赤カードどうなのかな、はいちょっと今回ゴールド2ということなので、はい選手ピックスペシャルアイテムとレアゴールドパックとレアメガパック2個、そして45,000コインいただきました、ありがとうございます。いやこれルカクバイリーな、どうしよう、ん誰だ、ルカクバイリーファンダイクアレックサンドロ、他誰かいたっけな、いや忘れちゃったな、来たらやばい、いや正直アレックス・サンドロが俺は欲しいなって思ってますけど、まあ来ないだろうと。ベラ、いやこれベラでしょ、イガロ、イガロはないでしょ、ベラだな、
まあ逆足にだから使わないけどね。まあ一応もらっときましょう。いやーこれ来なさそうだな。これできたら超嬉しいけどね、正直。さあ、アレクサンドロマジ来たら最高。今使ってるから。いや、最悪だ、これ。最悪。誰にしよう。もう誰かわかんないもん、これ。もうミトロビッチだな。俺、ミトロビッチの時間好きだから。イガロも、いや、イガロはでもどうなんだろうか。いや、ないな。使うことないね。ミトロビッチだな、まだ。いや、ゴミ。最悪。いつかこれでいいカード当たんのかな、俺。まあ、それを信じてさ、やるけど。じゃあストア行きましょう。じゃあ、レアゴールドパックから行こう。まあ、これはほとんど当たんないからね、正直。壁ドンでもないよね、さすがにね。アルゼンチン LW。はい。ピアティ。ピアティ。まあ、うる。いらない。で、チンフィットネスだけもらっとこうかな。はい。あとはいらない。さあ、次はレアメガパック。レアメガパック 2個引けるのは、まあ、結構大きいよね。じゃあ、お願いします。家の文字が浮かび上がった、OK! ウォークアウト。アイコンではないと。アイコンではないが、フランス CDM。え、コンテ？マジで？よっしゃこれは神だぞよしよっけよっけやばいよ、カンテとか今めっちゃ高いからね、普通に。あーくるくるんだ、いっぱいいいねいやー、これは神。これいただきました。ありがとうございます。よっけ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 。いや、いいぞ。わあ、久々にウォークアウト来たよ。待て、カンテクイック売却まずいよ、危ないよ。あげあげあげ、そんなミスしないよ。はい。いやあ、完璧だね。これは。今使ってるやつ、あ、でもシャドウつけてるからな。でも自分が当てたやつ使いてんな、やっぱ。はい。こう変えて、で、カンテはね、遺跡リストを組みましょう。オッケーオッケー、最高です。いやー、めっちゃ当たりだ、これは。神引きだ。さあ、レアメガパック、これでどうしよう。また来たらウォークアウト。家の文字光ってくれ。いやー、さすがに光らない。さすがに光んないけど、壁がドン。フランスの並び来てる。レマル、お、リベリー、あ、違うわ、コマンか。お、コマンもでも高いぞ。言って1万コインぐらいするでしょ。いやー、これは嬉しいな。1万コイン、あ、しないわ下がってるわ、いつの間にかに下がっていた。ちょっとこれが全部あれして。いやー、来たー、マジか、久々だわ。ずーっとね、ちょっと来てなかったから最近。オッケー。これはちょっとも嬉しいな。じゃあ見ていきましょうか。カンテ。まあ、カンテ、ちょっと俺があれだけど、俺のやつだけど、これ。落札25万でやった。35万5千。高え。マジかよ。でもどうなんだろう。今パック開けてちょっと安くなってるとかあんのかな、これ。わかんねえな。でも売っちゃおうか。別に使わないし。2体ダブっちゃったからね。オッケー。はい。ってことなので、今回は、ね、ウィークリー報酬、確か微妙だったよね。いや、ウィーケの報酬良かったですね。じゃあ今週のウィーケも一応出るつもりなので、まあ頑張ってね、ゴールド、まあ2は絶対保ちたいね。やっぱ2以上は 100% って感じで、はい、頑張っていきたいと思います。皆さんはどうでしたか？ウィーケの報酬、ウィークリー報酬の結果は、まあコメント欄にね、書いてくれたら嬉しいです。はい、それじゃあここまでご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったら高評価、そしてまだチャンネル登録しない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、バイユニ。